どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、前髪の長い方向けのアレンジをやっていきたいと思います。もう今ってもう在宅ワークでもう皆さんこう髪の毛も切りに行けない状態になってるかなと思うんですけど、まあそれでも結構Zoom で会議をしたりとか、また Zoom で飲み会したりとかされる方も結構多いかなと思うんですけど、気分が変わらないじゃないですか、髪の毛を変えないと。っていうのも多分あると思うので、そんな方向けにちょっとパパッとできる前髪のアレンジをちょっと紹介してますので、少しなんか気分とかテンション上げたい方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずシアオ色をつけていきます。あまりベタベタにならないぐらい、ワンプッシュぐらいでこう前髪のこう毛羽立ちをしっかりとまとまるようにつけていきます。次に分け目を取り分けていきます。だいたい黒目の外側の位置ぐらいで分けて、この辺りから流していきます。反対側の黒目の位置のところまで分けて、一度前髪は下ろしておきます。流す方向のサイドの髪の毛ですねの鉢植えの部分、大体で大丈夫ですので取り分けてダッカールで留めておきます。鉢下の髪の毛ですねの大体でいいですので、耳あたり部分ぐらいの表面のあたりを3センチ幅ぐらいでまず取り分けます。取り分けた髪の毛と前髪ですねを合わせて、サイドのあたりでまとめます。まとめた時にあまり毛羽立ちが出てないように注意してください。次にサイドのあたりで、目の少しちょっと下あたりぐらいでゴムで結んでいきます。これで前に向けると前髪が自然に流れてます。この形でも全然問題ないんですけど、少しこの辺に丸みが欲しかったら若干毛先を引っ張って丸みをつけていきます。サイドの髪の毛を下ろしてバランスを整えていきます。こんな感じで完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。前髪を作るアレンジ方法になります。よかったら参考にしてみてください。まず前髪の分ける位置を決めます。だいたいこう分けた時に前髪として上げる部分と下ろすところの髪の毛が出てくると思うんですけど、ここの下ろすところがだいたいこう目尻のところまで来るぐらいの髪の毛ですね。例えばこれだったら少しちょっとまだ空いてるので、若干前髪を狭めて目尻ぐらいまで来るように設定するようにしてください。反対側も同様に取り分けていきます。でそのまま前髪をまっすぐ後ろに分け取って、だいたいつむじぐらいですね。つむじよりちょっと前気味でもいいかなと思うんですけど、そのぐらいの幅を取り分けておきます。このぐらいの幅で取り分けています。まずここでバームをつけていきます。ベタベタにならない程度にこの細かい毛羽立ちですねが収まる程度つけてください。櫛でしっかりと溶かして髪の毛をまとめていきます。だいたい半分に分けて前の髪の毛ですねを少しこう後ろに向かって溶かしてゴムで結んでいきます。次に後ろの髪の毛ですねを半分に分けて、でこの前の毛束の上に覆いかぶせるように挟んで、次はヘアゴムですね結んでいきます。こんな感じで止まってる状態です。次にこの前のゴムをここのゴムにの下に入るようにこう緩めていきますね。で緩めたらこっちの後ろ側のゴムをギューッと縛るとゴムが前のゴムが隠れてる状態になってます。横から見たらこんな感じですね。完全にゴムがもう見えてない状態になってます。で前髪の部分をボリューム出していきます。ゴムの部分を押さえながら前髪を広げていきます。真ん中をグッと一番真ん中が高さが出るようにして、横の部分は真ん中よりも少し少なく出すようにして、なるべくこう山形になるように意識して出してください。でここの前髪を出す時にこの前の部分の毛束ですね、このゴムの部分をしっかり押さえとかないと結構ゴムがまたビュッと上に出てきてしまうので、しっかりここを持ちながらボリュームを出すようにしてください。次にここの後ろの部分ですね、ゴムを持ちながらここも数個押しだけ広げていきます。ここにこうつながるような感じですね。どちらかと言ったらこっちが一番ボリュームが出てて、徐々にこうボリュームが少なくなってくるイメージで出すようにしてあげるとバランスが綺麗かなと思います。高さのバランスとまたここのちょっと分け目の部分なんですけど、ここをちょっとこうボリュームを出すことによって少しボケてくれるので、その辺の分け目を隠して整えたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。トップのボリュームの出ない方や前髪のアレンジにお困りの方、よかったらこの方法で試してみてください。まずシアオイルからつけていきます。前髪の毛羽立ちだったりとかまとまりが少し出るぐらいまでつけていきます。あまりつけすぎるとベタベタになるので注意してください。次に分け目を決めます。だいたい黒目の横の位置ですねから上に上がったところでサイドに分けておきます。分け目は真ん中に向かって分けると前から見た時に隠れやすいです。反対側もだいたい黒目の上がった位置で分け目を取り分けておきます。サイドの部分はダッカールで一度留めておきます。前髪を横に持ってきて、だいたいここの頬骨のところで髪の毛をまとめてゴムで結んでいきます。結んだら一度真ん中を開けてくるりんぱを一度やっていきます。少しゴムの部分を下に若干だけずらして髪の毛をちょっと横にしてもう一度くるりんぱをやっていきます。ゴムの部分を持ちながら少しだけ髪の毛を広げていきます。特にこの顔周りですね、前にかかるところを重点的に広げていきます。次にこの辺のトップの部分ですねの部分も少しだけ広げていきます。ちょっと高さが出たらいいかなと思うので、高さを出すのを意識して出してみてください。次に耳あたりの部分の髪の毛ですね、この辺の部分の髪の毛を下ろして一緒にまとめていきます。ここでもう一度ゴムを結んでいきます。ダッカールを外してサイドの髪の毛を前髪の上に乗せてバランスを整えたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。このほぐしの部分を結構しっかりめに出すとカジュアルな印象になりますし、緩めに出してあげると大人っぽい印象になります。よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあまずブラシで全体の髪の毛をしっかりと溶かして表面に向かって髪の毛をまとめていきます。上でまとめてゴムで結んでいきます。結構しっかりと結ぶようにしてください。次にこのまとめたポニーテールの髪の毛を少しだけ取って、横幅だいたい 1.5cm ぐらいの幅で少しだけ顔に向かって下ろしておきます。その次にターバンをつけていきます。髪の毛の上からつけて、ターバンの下からこれが出てくるようにつけていきます。こんな感じにまとめてる状態になってます。この毛先をお団子にしていきます。でお団子にしたらヘアゴムで結んでいきます。毛先の部分をコテで巻いていきます。1回転だけ内巻きに巻いていきます。巻いたら毛束を広げてバランスを整えていきます。で長さが結構前髪として長ければ、ここの上の部分を少しこう引っ張ってあげると縦にここが短くなるので、そこでバランスを調節して、このお好みのこう隙間感ですかね、できたらこんな感じで完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。横の幅とかがちょっと気になる方は、この前髪の毛束ですねを量を多く取るとバランスよくできますので、よかったら参考にしてみてください。